で、使える SEO 対策っていう動画をですね、ちょっと一本撮っていこうかなと思います。SEO っていうのは、自分のアカウントの強さをですね、強さとか関係すると、自分の商品がですね、上位表示されやすいとか、いろんな人にアプローチされやすい対策をですね、SEO 対策っていうんですけど、何ですかね、露出が増えるみたいな。だからせっかくですね、eBay で出品するんだったら、いろんな人に見てほしいですし、たくさん売れ行きが良くなりたいじゃないですか。で、やっぱり SEO 対策で基本的にインターネットビジネスをやるときに、毎日更新っていうのが、その SEO 対策の部分の一つになるかなと思っていて、例えば YouTube だったら毎日更新した方が、その人に見られやすくなるとか。もちろん YouTube に関してはクオリティとか必要なんですけど、出さないよりは出した方がいいですよね。例えば月1とか3ヶ月に1本とか半年に1本っていうよりも、毎日投稿した方が、毎日じゃなくてもいいんですけど、 YouTube に関しては、ブログだったら、例えばまさにトレンドブログとかでもそうですけど、毎日投稿した方が多分ブログの強さで強くなると思うんですよ、ドメインとか。で、物販に関してはまさに eBay とかっていうのは、その中でも YouTube、ブログ、物販3つ考えた時に、僕は物販が一番ですね、毎日作業、毎日だって商品出品しないとそもそも売れないわけなので、物販が一番 SEO 対策の、毎日出品、毎日何か行動することが一番影響するのは物販だと僕は思いますね。ブログ、YouTube に比べて、物販じゃないかな、やっぱり。だって一品一品勝負しますし、やっぱりね、アカウント側からしても、毎日出すってやっぱ商売なので、一番 SEO で、物販が行動、毎日の行動が評価されるんじゃないかなと思うんですよ。で、これね、僕が最近考えた、すごい単純なんですけど、確かにそれ SEO 対策になるなっていうですね、めちゃくちゃシンプルな方法か思いついたんですよ。逆にですね、10年間やってきて、eBay やってきて、なんで今思いついたのって思うぐらいですね、シンプルな方法で、自分のことが、やっぱり、今更それみたいな思いましたね。でもめちゃくちゃいいじゃんっていう方法。これをですね、せっかく、2023年始まったので、2023年から物販やろうとか、SEO 対策どうしようかなとかっていうことなので、ちょっと無料の YouTube であげようと思ったんですけど、それのやり方っていうのはすごく簡単で、毎日出品するためには毎日作業しないといけないじゃないですか。でも人っていうのはできない時ってあるんですよ。出張があるとか、家庭内トラブルとか。なんかで不幸が起こっちゃったとか、絶対にですね、今日はやる気が出ないとかっていう場合ってあるじゃないですか。でもその時に出品しない、した方、しないから弱くなっちゃったらもったいないと思うんですよ。でも毎日出品するためには、いちいち写真撮って、いちいちタイトル作って、概要欄作ってやると超大変じゃないですか。であれば、一個ですね、超シンプルな方法を思いついたんですけど、下書きに入れとくんですよ。50品ぐらい。100品とか50品ぐらい。下書き出品しとくんですよ。で、やる気がない日でも、2クリックぐらいで出品できますよね。で、それをやることによって、毎日出品更新してますよっていうことを内部 SEO 的に eBay から評価されて、アカウントをちょっとでも、1%でもアカウントを強くすることっていうのが大事なんですよ、やっぱり。お金を稼ぐとか副業とかネットビジネスっていうのは、要は広告費用が0円の場合は、自分でできることは自分でやって、1%でもお金が増える、売り上げが立つっていう行動っていうのはすごく大事なんですよ。なので、超シンプルな方法をまとめると、暇な時間にですね、50品とか100品ぐらい下書き出品をしといて、で、今日は出品できないなった日に1品とか2品ぐらいですね、ポチポチって出品して、はい、終わり。で、残り10品ぐらいになったら、そろそろ追加しないとやばいなって形で、また50品ぐらい下書きにしとく。で、もちろんですね、これは要は忙しい時にやる手法なので、基本的にはもちろん1日毎日手動で出品していくことはマスト。でも今日はどうしても出品できない日っていうのは、50品ぐらい下書きに貯めといて、そこから出品すればいいと思います。これめちゃくちゃいいと思いませんか？超シンプルなんですけど、
めちゃくちゃ僕いいと思いました、これ。で、なんでこう思いついたかっていうと、やっぱりなんか YouTube やってる人で、なんか常に、やっぱり YouTube って毎日更新できない日があるから、下書きにしとくっていう人がいたんですよ。で、数聞いたらもう20本とか30分ぐらい、20本から30分ぐらい下書きにしてて、これ物販でも同じことじゃんと思って、なんで今まで僕やんなかったんだろうなって、逆に勉強になりましたね。で、やり方なんですけど、タイトルとか写真とかすべて入れた後に、リーリストって入れると出品されちゃいますよね。セーブフォーレターっていうところを押すと、下書きに入るんですよ。で、下書きに入った商品っていうのは、ここのドラフトっていうところにですね、どんどん追加されていくので、ドラフトっていうところを押してもらって、ここの、なんですかこれ、レジューメドラフトっていうんですか、僕英語できないので分かんないんですけど、このレジューメドラフトみたいなところを押してもらって、2クリックぐらいで出品できるので、あと それで50品ぐらいですね、常にそのサイクル入れといてください、今日で毎日出品することによって eBay のアカウントを強くするってことです。これめちゃくちゃ良くないですか、本当にめっちゃいいと思いましたね。まあ、ただそんな話ですね。だから僕もですね、ちょっと常に100品ぐらい下書きに入れて、なんか毎日更新をするっていうこと、やっぱり愚直に作業する、愚直にですね、愚直に作業する、行動するっていうのが一番評価されるところなんかなっていうのは結局思いましたね。これめちゃくちゃいいやり方だと思うので、ぜひやってみてください。SEO は多分強くなるので。で、僕もやっぱね、eBay に関しては半年とか出品しない時期とかもありましたからね、やっぱり10年間やってて。1ヶ月間1品も出品しないとか、2ヶ月間出品もしないとかってありましたから、今までめちゃくちゃもったいないですよね。だったら下書きに100品ぐらい1日入れて、毎日1品ポチポチっと押して30秒ぐらいで終わるじゃないですか。ドラフト行ってポチッと押すだけで終わりですよ、それで。ね、それやっとけばよかったじゃんって思いますよね。だから今からやる方も、まあ、とにかく下書きに入れて、毎日出品していくっていう行動をやるとですね、まあ、アカウント強くなっていいかなと思いますので、ちょっとですね、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ、失礼いたします。